ウォルト・ディズニー・カンパニー、ウォルト・ディズニー・テレビジョン、ディズニー・チャンネル・ワールド・ワイド、ディズニー・チャンネルディズニー・チャンネルは、ウォルト・ディズニー・カンパニー参加のウォルト・ディズニー・テレビジョンが、運営しているテレビの、エンターテインメント専門チャンネルである。ディズニーが制作しているアニメーションを中心に、同社が発表している映画や、テレビドラマなどを放送している。ディズニー・チャンネルあるいは、 ディズニー CH とも表記される。ディズニーチャンネルの放送地域1983年にアメリカで放送を開始したのが始まりである。1990年代に入るとイギリスなど他国でも放送を開始し、2000年代初頭には60以上の国、地域で視聴できる世界的なチャンネルとなった。日本では国内のディズニーの事業を統括するウォルトディズニージャパン。 株式会社の放送事業部門である、ウォルトディズニーテレビジョンインターナショナルジャパンにより、運営が行われており、2003年11月18日から放送を開始している。開局からちょうど1年後の2004年11月18日には、スカイパーフェクティー B110 でも放送を開始した。2005年12月1日にはスカパー。 プレミアムサービスにおいて2番目のチャンネル、トゥーンディズニーを開局したが、2009年に、男児向けの番組編成に特化した、ディズニー XD にリニューアルしている。日本では2008年11月18日に、開局5周年を迎え、記念の特別番組も放送された。この時、日本、イギリス及び、ヨーロッパのディズニーチャネルでも、 歴代最高視聴率を獲得したディズニーチャンネルオリジナルムービーの実写版アクション映画カンフープリンセスウェンディウでは小山田誠が日本人初主演している。またディズニーチャンネルで活躍中のスターたちによる夢の共演番組ディズニーチャンネルゲームズで小山田誠がレギュラー出演している。ちなみに日本で初めて放送された番組は蒸気船ウィリーで 開局セレモニーの司会は森久美子が担当した。2010年11月18日、JCOM TV マイスタイルの VOD 兼放題パックメニューにディズニーチャンネルオンデマンドの提供を開始した。その後2015年6月1日に JCOM オンデマンド見放題パックにディズニーチャンネルオンデマンドの名称をディズニーチャンネルに変更した。 2012年3月1日、スカパー、e。E2 での放送は、CTBS による、統計110度 CS 放送から、直径の新規放送事業者、ブロードキャストサテライトディズニーによる、BS デジタル放送へ移行し、16、9のワイド放送、字幕放送に対応した。BS ディズニーとしては17日に放送開始した、同社直営の D ライフに付随する。 サブサービスであったが、2020年3月31日の D-Life 放送終了後は、ディズニーチャンネルタヌエイになったことで、自動的に BS、ディズニーのメインサービスに昇格した。2013年11月18日、開局10周年を迎え、その日から10週間にわたって、ディズニーチャンネル魔法の10週間という特別企画が行われた。 魔法の10週間の最終土曜日である2014年1月25日には、その日限定のメイドフォーミー。みんなで作る魔法のフィナーレと称する特別枠が設けられ、午前10時から午後9時までの時間帯で以下の番組が放送された。ウォッチディズニーチャンネルは2014年9月1日に開始され、その後2015年3月1日に日本初となる。 ブランドロゴのメジャーチェンジがなされ、アメリカ、ドイツなどと統一されたものにされた。2021年1月29日にサービスを終了した。2016年1月1日より、チャンネル名称をディズニーチャンネルディズニー映画、アニメに変更。2016年11月1日より、JCOM On Demand によるディズニーチャンネル HD は JCOM TV Standard Plus。 スタンダード加入者向けに追加料金なしで視聴できるチャンネル。オンデマンドの提供を開始した。2016年12月1日より、スカパー。プレミアムサービスの衛星一般放送事業者が、スカパーブロードキャスティングから、スカパーエンターテイメントに変更。2018年5月22日、同年12月の 4K、8K 本放送開始に、 伴う BS チャンネル再編により、BS 放送における物理チャンネルを BS-7CH から BS-3CH に移動。2018年10月1日より、チャンネル名称が、ディズニーチャンネルに戻った。2019年9月9日、総務省は、BS ディズニーに対して、現行6スロットの返上を前提に、 BS 放送 HDTV 用の12スロットを割り当てると発表した。2021年1月31日にディズニー XD が閉局したことに伴い、それまで同局で放送されていたオリジナル作品や、スター・ウォーズシリーズ、マーベル・コミック関連作品などは、翌2月1日よりディズニーチャンネルに移管された。 2021年6月1日、新しい放送事業者が開局することによる BS チャンネル再編に伴い BS 放送における物理チャンネルを BS-3CH から BS-23CH に移動すると同時にハイビジョン化。同チャンネルが開局するまでディズニーのテレビ番組の放送は系列局の少ないテレビ。 東京系列などが視聴できる地域や、パーフェクティビーや、ケーブルテレビなどを通じた有料の衛星放送局、ワウワウでないとなかなか視聴できる機会がなかった関係で、海外における当チャンネルの存在を知るファンを中心に、開局を待ち望む声も多かった。衛星放送事業者各社や、 ケーブルテレビ事業者からも加入者の増加を後押しするためのキラーコンテンツとしてその動向が注目されていた。しかし、日本では放送法により外国企業の放送事業参入が制限されていたことやディズニー側は日本の市場価値は高いが有料放送市場が未発達で収益が期待できないと判断し放送開始を見送っていた。 その後の放送法の規制緩和により、ディズニーは、外国企業の放送事業参入を許した、電気通信駅無利用放送法に基づく、放送事業者として、スカイパーフェクティビー B や、大手ケーブルテレビ局で放送を行うと、開局計画を2003年4月に発表し、同年11月18日に放送を開始した。 この年は、アメリカのディズニーチャンネルの開局と、東京ディズニーランドの開演20周年にあたり、11月18日は、ディズニーの看板キャラクターミッキーマウスの誕生日でも、ある。開局の前から電車などの公共交通機関で、広告を掲載したり、スカパー。や、ケーブルテレビ各局へ向けたプロモーション番組、ディズニートゥーンタイムの配給など、 様々な媒体を通じて積極的な広告活動を行ったことも、こうそうし日本国内での視聴世帯は2004年1月時点で200万世帯を突破した。ただし視聴者は主に別料金のかからないことが多い、ケーブルテレビ局の契約世帯が中心で、当初パック料金に含まれていなかったスカパーでの契約数はおよそ10万世帯に止まっていた。 日本独自のオリジナル番組を除き、すべて日本語による吹き替え音声版とオリジナルの英語音声版の2カ国語放送となっている。スカパー。やスカパー。プレミアムサービス、デジタル送信のケーブルテレビでは、ステレオ2カ国語放送という形態が取られており、どちらの言語でも臨場感のあるステレオ音声で視聴できる。番組本編中には、 画面左下にチャンネルロゴが常時表示されている。ロゴは他の専門チャンネルに比べると大きく目立ちやすい上に、ほとんどの番組で特別編成やディズニー作品の関連商品の発売情報などのテロップの表示やナレーションも行われる。2007年10月1日から2014年10月31日まではバンパーやタイトルテロップが一新され、 番組中に次の番組の紹介テロップが表示されるようになった。また、エンドロールの前後では映像を押し上げて、画面下部に次の番組の紹介文が表示される。2014年11月1日から2019年3月30日までは、バンパーやタイトルテロップが一新され、番組中に次の番組紹介テロップが表示されるようになった。 また、エンドロールが小窓で高速再生された。番組放送中の CM 前には、まだまだ続くよ。ディズニーチャンネル、CM 分けには、またまた始まるよ。ディズニーチャンネルというアナウンスとともに、番組内の主要登場人物のビジュアルと、チャンネルロゴが登場する、アイキャッチが挿入される。また、地上波など他局よりも、CM 枠が長い傾向にある。なお、 番組の間には数分のショートアニメや放送されている作品の PV やミニ番組が放送される。また時事月単位で兄弟チャンネルであるディズニー XD のアニメやドラマを日曜日にお試しと称して放送する。毎月第1日は無料で放送される。その際番組名の頭に無がつく。 2003年から2014年までのロゴ2015年から2020までのロゴ番組によっては放送時間を区切るゾーン編成をとっている。なお、時間帯についての記述はいずれも日本のものである。ファミリー映画を中心とした長編作品を放送する。日本では毎日24時、金曜日20時のほか、土日には13時にもこのゾーンが設けられている。 ディズニー映画や、本国のディズニーチャンネルで制作されたテレビ映画のほか、他社が制作しているヨガなども放送されている。ディズニーチャンネルが、日本で、初放送をした時は、マジカルワールド・オブ・ディズニーとしてスタート。2003年11月18日放送開始。第1回に放送されたのは、映画、モンスターズ・インクである。2005年8月にフジテレビ系列で放送された、 ディズニーチャンネル初のスペシャルドラマ、星に願いを7条間で生まれた410枚の星をおよそ1年遅れの2006年9月に放画として放送した。前述した通りに過酷語放送だが、劇場公開時点で日本語の吹き替え音声が制作されていない他社の作品についても吹き替え版を新規に制作した上で放送される。 字幕スーパーを付した英語のみの放送は行われていなかったが、2012年3月11日からは、字幕スーパーを付した英語のみ放送は行われていた。2019年9月1日には、ディズニーチャンネルムービーの名前を採用した。幼児向けのアニメ作品を中心とし、番組の間に進行役の猿のキャラクター、ウート、アーが、工作や、 料理などのコーナーを交えたゾーンで教育番組としての位置づけもある。平日は朝8時30分から昼の14時30分までの6時間、土日は同じく朝7時30分から10時までの2時間半にわたって編成されている。この他に新番組の先行放送などを18時頃に行うこともある。ディズニーチャンネルが日本で初放送をしたときは、 プレイハウスディズニーとしてスタート。2003年11月19日放送開始。第1号に放送されたのは、ノック、ノック、ようこそ、ベアーハウスである。実写コーナーの出演者は全員日本人だが、実際の収録は主に、パリのスタジオで行われている。2004年からは、東京のスタジオで収録された視聴者参加型のコーナーも加わった。 当初はこの枠内に限り、チャンネルロゴは他の時間帯と異なる原色を多用した派手なタイプが使用されていたが、2004年3月には元に戻された。2011年7月3日にはディズニー・ジュニアの名前を採用した。ディズニーチャンネルが独自に制作した映画作品を放送する。ほとんどの作品では当チャンネルで放送されている。 他のドラマ作品の主要な登場人物を演じている。俳優、ディズニーチャンネルスターが主役を演じている。その中でもカンフープリンセス、ウェンディウでは、小山田誠が唯一日本人として主演している。上記のゾーン以外ではディズニー及びその関連会社が制作した短編アニメやシリーズアニメ、海外ドラマなどが放送されている。ディズニーはアメリカや台湾など、 海外の一部におけるスタジオジブリ作品の放映権を獲得しており、これらの地域のディズニーチャンネルではジブリ作品が長編作品の枠で放送されている。アメリカでは1998年にアニメを専門に放送する兄弟チャンネルトゥーンディズニーを開局した。このチャンネルでは過去に制作されたアニメの放送だけでなく、 ディズニー参加にある ABC で放送されるアニメ、特撮番組の時差放送も行っている。フィリピン、インドネシア、シンガポールなどの東南アジアや韓国、香港ではディズニーチャンネルアジアとして放送が行われている。初めて放送された日本のアニメは2000年のブブチャチャである。ケーブルテレビの普及している台湾では、 ディズニーチャンネルアジアでも放送されている作品を交えた上で独自の編成をとっている。放送は母国語の北京語で行われ、プレイハウスディズニーの時間帯は平日3時間のみと少ない。シリーズ作品はディズニー以外が制作しているものが多く、日本のアニメも数多く放送されているが、その中には、あずきちゃんや星のカービィなど、 ユニークな番組が目を引く。さらに、マジカルワールド・オブ・ディズニーに相当する、長編作品枠、ディズニー・奇妙世界では、スタジオジブリ作品だけでなく、世界名作劇場の各作品や、チビ・マルコちゃんなども放送された。また、韓国では、ポケット・モンスターシリーズも放送されている。2019年11月12日から、 世界各国にてサービスを開始している定額制動画配信サービスのディズニープラスに移行させるために一部の国と地域では本チャンネルの放送を順次終了させており2013年1月にウクライナで2020年4月にイタリアとオーストラリアで2020年6月にシンガポールで2020年10月にイギリスとアイルランドで 2020年12月にマレーシアとアジアで2021年4月に南アメリカで2021年10月に東南アジアと香港と韓国で2022年1月に台湾にて放送終了している。ありがとうございます。